はいどうも開会管理人です開会管理人は嫌韓なのかとよく言われるんですけどこの嫌韓という言葉もまあ、いろんな意味で解釈できると思うんですけどまあ、僕は韓国や韓国人に対して憎しみとか恨みとかはないんですよ動画でね色々いろいろきついこと言ってますけどあれは韓国が間違ってるから言ってるんですよ嫌いだから批判してんじゃないんですよ結果的に嫌いっていうことはあるかもしれないですけどまあ批判の根源は嫌悪ではなく 間違いなんですよこれ日本人も結構誤解というか思い込んじゃってる人が多いと思うんですけど韓国の間違いを指摘批判すれば喧嘩になるヘイトになるっていう考えは間違ってますからね間違いを指摘するのは当然でしょう間違ってんだからその間違いを批判する過程であまりに過度な表現を使うことこれをヘイトとするのはよくわかりますまた何の根拠もなく悪口を並べること これを喧嘩というならよくわかります。しかし、間違いを指摘、批判する行為そのものは、喧嘩でもヘイトでも何でもないですからね。まあ、しかし今の韓国、日本の一部もそうですけど、韓国の間違いを批判すれば、それがメディアであれば喧嘩メディアと呼ばれ、本であれば喧嘩書籍と呼ばれ、人であれば喧嘩主義者と呼ばれ、国であれば喧嘩国家って呼ばれるんですよ。そしてひどい場合には、 差別主義者というレッテルまで貼られるんですよ。これおかしいでしょじゃあ間違いを指摘しちゃいけないんですかってことなんですよ。もちろん間違いの指摘に対して反論もあるでしょ。う。だったら反論すればいいじゃないですか。これは議論であって、喧嘩とかヘイトとかの話じゃないですよ。でも日本人は、批判を聞き入れて受け入れる度量があるから、韓国人から、韓国の歴史を否定する日本人は喧嘩だ、ヘイトだ、と言われたら、 ああ、日本って差別的な国かもな。ヘイトはやめなければならない。と考えて、間違いを指摘、批判する行為までをもう、嫌韓ヘイトに分類してしまうんですよ。批判を聞き入れることは、批判を鵜呑みにすることとは違いますからね。ここをしっかりと分けて考えなければいけないと思います。そして日本人は、韓国人の差別行為に対して、おとなしすぎます。韓国では、 日本を一括りにして国民総出で日本を攻撃してるんですよ。韓国人こそヘイトであり、県日ですよ。例えばね、韓国で今も活発に行われている日本不買運動を見てくださいよ。日本企業というだけで商品が不買されるんですよ。これ完全に国籍差別でしょ。国際社会に訴えるべき事案ですよ。韓国人にね、こういうことを言うと、いやいや、そもそも発端は、 日本政府が報復の次元で韓国をホワイト国から除外したり、輸出規制をしたせいだろうと。我々はそれに対抗してんだっていうでしょうが、日本は明確な理由があって韓国をホワイト国から除外し、輸出規制をかけたわけじゃないですか。それに対する対抗がなぜ不買運動になるんですかね。足りない部分があると言われてんだから、それを政府レベルで改善すればいいじゃないですか。改善しても日本が規制を解かないのなら、それは政府間、国家間で話し合われる通商問題でしょう。 なんで国民が出てきて不買運動をするんですかね韓国では各カテゴリーにある日本企業がリストアップされ、それがメディアに報じられて、全国民に共有されて、日本不買運動が国民総出で推進されてんですよ。何の罪もない日本のビール企業やおむつ企業は、軒並み売り上げが低下し、自動車やスポーツ用品、生活雑貨に至るまで、すべての日本企業が不買運動の対象になって、経済的な被害を受けてんですよ。 日本企業という理由だけでですよ。つまり国民総出の国籍差別が堂々と行われてんですよ。しかもこれ、韓国では愛国的で道徳的な行為として正義の行為と認識されてるんですよ。独立運動はできなくても不買運動はするみたいなスローガンが掲げられて、国民同士日本不買運動に取り組む士気を高め合ってるわけですよ。差別を正当化するとかね、歪みにも程があるでしょう。 日本企業が不買運動に耐えられず撤退でもしようものなら、やった追い出したぞ韓国人の恐ろしさを思い知ったかと大喜びしますからね。いや、韓国人の差別意識を思い知るわ。韓国では日本不買運動イコール国籍差別という認識が全くないんですよ。自治体で日本製品が使われていたら、市長が役所内では日本製品を禁止するって言ったり、 自治体管轄の公立学校では日本製品を禁止するって堂々と言いますからね。さらに韓国人のやり方が汚いって思うのは抵抗できない相手を狙って攻撃してくるってことですよ。不買運動の対象になっている企業が韓国人の差別的な不買行為を訴えられますかそんなことをすれば韓国における当該企業のイメージは低下して売り上げはさらに落ちますよ。だから企業は黙って嵐が止むのを待つしかないんですよ。 これね、極実機問題も全く同じなんですよ。韓国が極実機問題で攻撃の対象とする相手は芸能人とか企業なんですよ。相手が抵抗できないことを知っているから、韓国人の主張を受け入れざるを得ないことを知っているからですよ。人気商売の芸能人が極実機一つのために5000万人の韓国人に噛みつくことができますかできるわけないですよね。そんなことできんの多分少年のくらいだと思いますよ。 曲実器を持って韓国人に噛みつけば、韓国市場を捨てることになりますからね。だから芸能人は、不当な訴えだと分かっていても、謝罪して、曲実器を使わないようにするんですよ。まあ、そうしたところで日本人は何も言いませんからね。そして、曲実器を使わないという選択をした芸能人を見て、韓国人は、やはり自分たちの考えが正しいと。曲実器が悪であるということを芸能人も認めたと。そう考えて、曲実器イコール悪という認識を強めていくんですよ。 逆に自分たちの主張が通らない相手は攻撃対象にならないんですよ。その代表が在日米軍です。在日米軍のマークは曲実機模様です。戦闘機の尾翼にも曲実機が描かれています。しかしこれに対して韓国人は何も言いません。韓国でも何度も指摘されていますが、在日米軍の SNS に苦情を入れるとか、署名活動が行われるとか、そういう活動は一切ないですからね。しまいには、 あれは落日機であって、日本が沈むことをイメージしているから問題ないとか言い出しますからね。極日機と意味が違えば問題ないって言うんなら、なぜズワイガニやサーカスのテントを見て、極日機だと大騒ぎしたんですかね。本当にね、やり方が卑怯ですよ。まあ、だいぶ脱線してしまいましたが、まあ、過度な表現で韓国や韓国人を批判することはいけないことです。 しかし、韓国の間違いを指摘することまで、ヘイトや嫌韓、差別行為というレッテルを貼って封殺するのであれば、それは言論弾圧以外の何者でもないですからね。韓国としては批判されたくないわけですから、それらをすべてひっくるめて、韓国に対する批判は、日本の差別行為と規定して批判します。問題は、それを聞いた日本人が、ああ、日本は差別国家だ、ヘイトはやめなければならないと考えて、 韓国の間違いに対する正当な批判まで差別行為としてくくってしまうことなんですよ。批判を聞き入れて受け入れることができる日本人は素晴らしい民族だと思います。しかしね、大事なことなんでもう一度言いますけど、批判を受け入れるっていうことは、批判を鵜呑みにすることじゃないですからね。そこをしっかりと認識しなければいけないと思います。最後に、ね、皆さんに聞きたいんですけど、こんな話をする僕は、喧嘩でしょうか以上です。 チャンネル登録もよろしくお願いします。